PCC カー、ロサンゼルス鉄道、P 型電車。P 型は、かつて、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス市内に存在した、路面電車である、ロサンゼルス鉄道が所有していた電車。1930年代に開発された、高性能路面電車である、PCC カーの一つで、1945年以降の、ロサンゼルストランジットライン時代も含め、 導入時期によって3形式に分けられていた。ロサンゼルス鉄道は、1901年に開通して、以降ロサンゼルス中心部に大規模な路線網を有し、黄色を主体とした電車の塗装から、イエローカーとも呼ばれていた、1067ミ、mm、リメートル期間の路面電車路線である。同社は、PCC カーの量産が始まった、最初の年である1936年8月に、 セントルイスカーカンパニーへ60両の車両を発注し、翌1937年から営業運転に投入した。PCC カーが導入されたアメリカやカナダの多くの路面電車路線と機関が異なるため、これらの車両にはクラークが新規に開発した B-1 系代車が必要となったが、利用客から高い評判を受けたことで、標準型路面電車である。 pcc カーの汎用性が実証される結果となった。以降はさらに増備が行われ、1945年の段階で合計125両の pcc カーが営業運転についていた。これらの車両はすべて型運転台式で、上降扉は右側の前方、中央に設置されていた。1945年にロサンゼルス鉄道はナショナルシティラインに売却され、 路線名がロサンゼルストランジットラインに改められた。この企業はアメリカ各地の路面電車を買収し、バスへの転換を積極的に推し進めていたことで知られているが、ロサンゼルス鉄道に関しては、P 線をはじめ路線バスでは旺盛な需要に対応しきれない系統が存在しており、1946年に近代化のため新たな PCC カーの発注が実施され、 1948年から営業運転に導入された。だが、1950年代以降は、フリーウェイの建設が相次ぎ、都市のスプロール化がさらに進展したことで、ロサンゼルス鉄道の乗客はさらに減少の一途をたどり、1955年に路線の大部分が廃止された。これに伴い余剰となった PCC カーは残された路線で使用されていた。 旧型車両をすべて置き換え、1958年のロサンゼルス都市圏交通局への公営化を経て1963年の全面廃止まで最後の車両として運用についた。廃車後は多くの車両がエジプト回路の路面電車以上とされ、1981年まで使用された。また、トップナンバーの3001号難。 カリフォルニア鉄道博物館で胴体保存されているほか各地の鉄道博物館に保存されている。1936年から1937年の2度に渡ってセントルイスカーカンパニーに発注が行われたロサンゼルス鉄道最初の PCC カー。合計95両が導入され全車とも車体下半分がクロムイエロー、上半分が レモンイーローの新塗装で登場した。機器や導入年度の違いにより、以下の3種類に分けられる。最初に導入された3001.3002は1937年7月26日からの営業運転に先立ち、同年5月23日に一般市民を対象にしたお披露目式で展示された。またこの2両の全面窓は、 運転台に差し込む日差しが問題視されたことで、納入直後に傾斜がつけられ、以降の車両も同様の形状で導入された。製造当初は車掌が乗務していたが、1941年以降はワンマン運転に用いられた。第二次世界大戦時の乗客増加に対応するため、1943年から1944年にかけて30両が製造された形式。 P-1 型と類似する車体を有していたが、前面のアンチクライマーの形状が異なっていたほか、中央部の上空扉の位置が窓一つ、分後方へ移動した。また、次故の P-3 型と共に、製造当初からワンマン運転に対応していた。ナショナルシティラインへ、路線の運営権が売却された。 翌年の1946年10月に40両の発注が行われた最終増備車。第二次世界大戦後の PCC カーにおいて標準となった立石窓を備えていたほか、従来の車両には設置されていなかった発電ブレーキの熱を利用した暖房装置が設置された。また、導入当初からフルーツサラダと称される車体上半分がくすんだ黄緑色。 下半分が、クロムイエロー。屋根は、白色というらってる時代の標準塗装をまとっていた。1948年10月15日から営業運転を開始し、P 線で用いられた。路線の運営する鉄道事業者によって、PCC カーは以下の3種類の塗装が存在した。ありがとうございます。